6月21日、横浜市都筑区にある東山田地域ケアプラザで、幼児と保護者を対象にしたリトミック教室が開かれました。月に1、2回開かれるこの教室は、3歳くらいまでの幼児を対象に、親子でリズムに合わせて体を動かします。毎回さまざまな講師が招かれ、この日は3人の子供を持つお母さんだという山本先生です。はじめにエレクトーンを演奏しながらリズム遊びを行い、参加者たちの自己紹介が行われました。動くのが楽しい元気いっぱいな幼児とお母さんの親子5組が参加。山本先生が子供と一緒にお風呂で作ったという曲などが演奏され、親子でスキンシップを取りながら楽しく体を動かしました。泡をいっぱい作ってるイメージでいっぱい出て動かしてみて。子供たちは音楽に合わせて椅子の間を歩き回ったり、お母さんの膝の上で揺らすと楽しそうに笑っていました。すごい自由に動いてて楽しそうでした。で楽しそうで良かったです。楽しかったです。すごい喜んでましたし、はい、およそ1時間にわたりリズムに乗ってたくさん遊ぶ子供にお母さんも満足そうな様子でした。